こんにちは、森崎愛理です。今日はですね、スマイルウーマンフェスタ2015に来ているので、ちょっと今からパスタの体験をしていきたいと思います。はい。やばい。やばい、なんか、めっちゃね、赤くなるらしいんです、ここら辺が。失礼します。はい。なんか多分、やる前こんな感じで。はい、どうぞどうぞ。ちょっと痛いですけど。ちょっと痛い。はい、ちょっとっていうか大丈夫ですか？凝ってますか？凝ってますよね。あ、凝ってます、ね、やっぱり。なんか編集とかパソコンいじってるんで。そうですね。あ、出ますね。目が出ます。あ、目か。毎日鏡で疲れてますか、ね、可愛いですね。失礼しますね。出ましたね。出ました出ました。ほらほら見て見て。やべー、これが滞りの人ちと水が滞ってる。友達の首が真っ赤になってる。やっていきますよ、これです、はい、これですよ。そう、今のがカッサです。失礼します、はい、ほらすごい出た、ほら、もう、ね、痛くないですか？大丈夫です、まだすごいですよ、ほら。痛くないですか？あ、本当？痛くないですか？痛くない。あ、痛いかも。痛い。あ、いい感じです、いい感じです。そうですか。すごい、はい、これがカスタって言って、全身できる技術なんですよね。結構昔カッサー自分でやったことあるんですよ。全然違うでしょ、自分でやるのと。そうなんです、ね、痛い。ちょっと差が出てきましたよ。あ、こっちのが痛い。あー、痛い。痛い。糸とカスタと両方で見てください。 こっち後で撮るの、はい、こっちはそうでもないけど、そう、右はそんな痛くないです。でもなかった。左めっちゃ痛いです。肩こりやばい。これだけでも。そうです、はい、これはやばい、ね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ冷や汗が半端ない。あの、こんな感じです。今あの左が痛いって言ってましたけど、左の方がすごく出てます。はい、やばくない？すごいびっくりした。やばい。ありがとうございます。やばい、ありがとうございます。はい、わらびでもこちらの施術できます。いただきました。よろしくね。すごい、はい、ぜひごめん、ね、みんなもやってみてください。カスタやばいですね。ちょっと待ってください。あ、そう、あのね、ちょっと待ってください。ここに朝日ちゃんがいるんですよ。来るかも。どうも、あ、ほら朝日ちゃん。はい、今日はですね、ずっと楽しみにしてたとあるところに来て、これは歯のホワイトニングのところなんですけど、ホワイトニングだ。久しぶりに朝日ちゃんをここで発見してびっくりしたんです。ちょっと次に予約して体験してみようかなって思います。朝日ちゃん、またよろしくお願いします。今ネイルヒューマンさんでやってもらいました。ほら、ピンクやっていただきました。で、今ね、いろいろ歩いてるんですけど、でもなんかさっきのカッサのさ跡がめっちゃ気になってしょうがない。なんか今いろいろあるみたいなので、ちょっと回っていきたいと思います。はい、次はですね、めっちゃたっぷりフルーツ青汁のコーナーに行きたいと思います。すごい甘い。なんかしかもここブースがある。撮ろうかな。どちらから来られたんですか？あ、私は埼玉です。あ、埼玉。ピンク星
なんですけど。ピンク星かわいい。ピンク星人設定なんです。あ、でも設定できちゃダメだ。めっちゃ古い。めっちゃ甘くてすごい美味しかったんです。なんか野菜とか苦手な子にも全然合う。大丈夫そうですか？シルク糸っていうのをやってもらいます。はい、はい、あ、痛い。普段はちょっと温めながらやりますので、もうちょっと毛穴が開いた状態でできるので痛みが軽減されるんですが、今は多分ちょっと痛いですよね。これは何なんですか？これはシルクの糸になります。絡め取っていくような感じになりますので。白線も結構綺麗になりますので、毛穴の中とか綺麗になったのに引き締まりますので、最後に炭酸ミストの方をおかけします。痛い。触って見ていただいてよろしいですか？なんかツルツルツル卵肌に結構なりますので。すごい、めっちゃツルツルで痛かった今ここやってもらったじゃないですか。ここもやってくれるっていうんで特別になのでやってもらいたいと思います。でも痛そう。こうやってお休みしますか？いいですか？はい、触ってみていただくと結構やばい。面白い。ありがとうございます。20日とかでも違いますので、よかったらお試しください。痛いけど、でも痛みの分だけ綺麗が生まれるってこういうことみたいな。ありがとうございます。やっとマイスターのところに来ました。私いつもマイスターさんにはお世話になってるので、ぜひよかったら皆さんアメバマイスターって検索してみてください。